パオパオパオチャンネルのパオあずきとパオパオチャンネルの文芸です。よろしくお願いします。さて今日は、はい、前回虫だもっと笑ってはいけないパオをやってやったね。笑いすぎたけど笑ってんだよね。笑ってはいけないのタイトル詐欺存分に笑ってる。ちょっとそれの違うバージョン、僕たちの動画見返してて思ったんやけど、うん、なんかちょっと変なシーンが多いんよね、うん、ミステリーシーンをちょっと凝縮して用意してもらったんですよ、うん、ミステリアスというか、まあ、あの悪く言ったら変っていうことですまあやってみますか。あ、じゃあいけんじゃない。いきますか。はい、3、2、1あー、なんで画質よきぇーミステリーだわ。3、2、1。なんで急に綺麗だな、ダメだ。なんでやったんやろね。なんでこんなことしてんねやろ。何してんの。あ、違う大丈夫だ。携帯触った。あ、ごめん携帯触って。このミステリーシーン携帯触ったら触るとこだった。3、2、1。パーソー大丈夫か。不意打ち。まだお前がいたか。パーソー大丈夫か。そんな申し訳ないって。あ、お湯沸きました。終わったんだ。いや、もうちょっと何か続くか思ったけど、あれね、まあ、それミステリーすぎた。ミステリーすぎた、代表やん。おう、起きました。なんでよ、いけたやん、さっき。いやいや、もうシンプルにミステリーすぎると思って。気になって気になって。申し訳ない。なんで知ってんの、まずどうやって撮影したか。あぶねえ、またミステリー作るとこだった。ブルちゃん肩大丈夫か。あぶねえ、悪いとこあったら来てんの。ないな。見てこのしっかりカメラ見てたわ。しっかりウインナー持ってカメラ見てた。大きめの、これね、ケチってないよね。グローソンさんのおでんなんですけど、僕ね、おでんの中で一番好きかなっていう。もうこの先笑う未来しか見えない。何秒まで使うのこの動画。急いでるし、さっきまでの慌ただしさどうしたってぐらいね。何それ。もう頑張りすぎてる。ティッティッティは手にちっちゃい。なんだそりゃ。手にちっちゃいでティッティ読むの。完成です。3、2、1、オープン。おう。あ、やや、ティッティッティ結構耐えたのにな。だって文ちゃん、そば乗り直してまで踊ってるもん。もうやっぱ上がいいんだよね。一回落ちたのに。登り直して。もう一回登るんだよね。面白すぎ
んだよ定位置があるんだよね。いやー、ただー負けとるやん。どんな感じ。あー、もう頑張れてたのに。あ、今回外れそう。あ、ちょっときついね。チャームポイントのみ。やろう、やろうか、うん、おう。これはミステリーだわ。終わったです皆さん。このスクショだけは使っちゃダメ。これスクショじゃダメ。これだけは使っちゃダメ。スクショ禁止。だって右上と下にもう答え出ちゃった。ダメダメダメ、一番ダメだ。なんだそれ。わー、終わった終わった、終わった。朝になるかと思った。45分ぐらいやってるわ。5分の動画やのに。いや、ミステリー多いな。変なシーンが多いんだね。え、やらんと意外とわからんもんやな、なんかこういうの。気づかなかった。こんな多いか。すごい多いやん。見て、だってこれ。なんだって。あ、そんなにと、あれだったんだね、尺あったんだ。そういう話じゃなくて。おう、さっきから携帯めっちゃ触っとったけど、携帯触ったらあかんやん、撮影中。いい。みんな見てるのに。ダメだよ、撮影中に携帯触ったら。だよね、だよね。ダメ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 。触ってなかった正直。嘘ついていいの。ダメだ。だよね。あー、触ってました、触ってました。理由があります。ミステリーって言うから、うん、思い出しちゃって。あなたも。ね、教えてもらったの、この間。これ、あずきちゃんおすすめって、うん。ゲームがあるんですよ、LINE の。いや、でもね、気になるよ。じゃあ、せっかくだからやってみます。あ、いいね。やろう。一番輝いてるやん。いいね、いいね。おう、トトロ。トトロね。トロがいいわ。ミステリーゲームなんだよ、うん。友達とトークしてる感覚で読み進められるの。ペペンって来るわけ。あ、へえー。で、その中でミニゲームとか選択肢があって。あ、なるほどね。変わってくのよ。それは好き。好きでしょ。やってみますか。やってみましょう。本当に LINE なんだ。そう、言ったでしょ。初耳。言ったでしょ。カットしてるからそこ。怖えー、怖えー。主人公になりきろう。え、男女の主人公によってストーリーが変わるやって。サナまで明るい普通の高校生。あ、高校生なんだって。うん、あ、そう、選択で。動いてる。え、すごい、おめでとう。ここは捨てられ廃墟と化した島、古学士島。この島に連れてこられた10代の男女7人は究極の選択を迫られる。クリアすれば夢が叶い、捕まればデリート。7人は生きてこの島を抜け出せるのか。なるほどね。なるほど、脱出すんだ。脱出すんだね、この古学士島から。2人ともやることは分かってるよな。分かんないです。分かってるみたい。おい、2人ともこっちだ、早く入れ。俺は周りに仕掛けをしてから入る。あずたちは先に行け。仕掛けってなんだ。今に分かるさ。教えろよ。いいやんか。言ってもいいんやけど、もう一度。わかるわかる、もうすぐわかるから。あるよね。髪切ってくるわって言ってさ、髪切ってから帰るわってな。どんな。どうなった。今から帰るやん。今から帰るからわかるやん、みたいな。でももう今にわかるさ。って言ってたよ。なるほど。他のボタンと比べて0と1が明らかに汚れてない。なるほど、二進数か。それじゃあ5106を二進数で答えればいいってことだね。どうぞ。何ですか、二進数って。人徳的だな、おい。1じゃね。1か。1だと思う、私も。1だ。1です。せーの、ポチ。おう、今思ったけどさ、主人公変えたらさ、あ、そうだよ、視点違うってこと。視点違うの好きなやつです。これはハマっちゃう。もうね、この動画の時間で終わった時に、もうハマらざるを得ない。そうね、一回ちょっとやって生放送とかで報告。そうだね、そうしよう。じゃあ音もやってみよう。そうしよう。一旦今日は終わり。終わり。動画は終わり。今日はもう終わり。
というわけで本日は笑ってはいけないパボーチャンネルミステリー新種でした。そうでしたー。で詳細とプレイするときの Q&A が概要欄に、それをまあぜひチェックしてみんなもやってみてください。いろんなミステリーがあります。この動画のね展開が一番ミステリーだなと思ってた高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。確かにね、また